はい、どうも、虎吉の無課金ハオーロードオリックス純正編です。今日でログインが、1177日目ですね。はい、現在2023年2月27日の、午前9時4分なんですけども、今回はですね、プロスペ応援団あと2日と5時間残ってるんですけども、一応ですね、累計の方終わりました。はい、こちらですね。はい、累計入団希望人数300人、ちょうど300人いきましたんで、今回この一番下の S ランク OB 契約書第5弾、これね、開封したいなと思います。はい、まあ今回からね、プロスペ応援団、人数に、累計は人数になりましたんでね、まあエナジー使うことなく自然回復のみで、2日と7時間ぐらい前に終わったかなという感じですね。はい、まあ今回ランキングも発してませんしね、ガチャもしてませんのでね、ぜひまあ石井さん来てほしいなと思ってるんですけども、こちらですね。はい、守備がファースト C、 弾道アーティスト、ミート79、パワー80、走力60ということで、まあ非常にね強い選手ですんで、もうぜひもう累計でね、ここで来てほしいなと思ってます。はい、そういう感じですね。はい、それでは、まあ、契約書開封するんですけども、その前にですね、リーグランクの方なんですけども、まあ、先週までねずっと7週連続覇王にいたんですけども、今週とうとうリーグランク9に落ちました。はい、まあ、最終節で、ね、5連勝したんですけども、それでもちょっと足りなかったっていう感じですね。これ見たら分かるのかな、これですね。はい、1835位なので、結構ね惜しいとこ行ってたんですけども、まあ維持できずに、まあ8週連続はならずということで、まあでもね7週連続でも、今まででね初めてやったんでね、まあ非常に良かったかなと思います。まあこれからもね、そうですね、また来週ちょっと覇王に上がって、この最高順位とかね、また更新できるようなオーダー作っていければなと思ってるんですけどね、まあ8週、今度はまあ新記録でね8周目指してまたやっていければなと、1からですけどね、やっていければなと思ってます。はい、まあ7週連続で覇王は終わったっていう感じですね。はい、8週連続ならずということです。はい、それでは、契約書内開封したいなと思うんですけども、A ランク自チーム契約書もねありますんで、これもいきますね。はい、これさっきいきます。ひな祭りログインボーナス4日目の報酬、 A ランク自チーム契約書、欲しいのはですね、中川選手、トツ4なんでね、ぜひ中川選手来てほしいなと思ってます。いきます、 A ランク自チーム契約書お願いします。中川選手来い。さあ、中川選手一応ね S ランク持ってるんでね、極めにしようと思ったらできるんですけども、まあ、できれば A ランクでね、伝説したいんで来てほしいです。来い。うん、山本選手、まあまあでも山本選手だったら全然いいです。はい、はい、それでは S ランク OB 契約書第5弾、プロスペ応援団累計ですね、これいきたいなと思います。欲しいのは石井選手です。石井さんです、お願いします。石井さん来い。さあ、自然回復だけでね終わりましたんで、ここで来てくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。さあ、石井さん来い。金本さんか、こっちで来たか。はい、広島ですね、広島の金本さん。いやー、そっか、まあまあまあいいです。はい、まあね強い選手ですけどね。はい、阪神の方でねちょっとね、今回はちょっと金本さんも欲しかったなという感じなんですけども、はい、石井さん小津ということで残念ですね。はい、はい、まあ今回こんな感じですね。一応まあそうですね、もうプロスペ多いのは、ね、2日と5時間残ってますけどね、まあ、ここはもう累計で終わらしまして、もうランキングも、ね、参加することなく、終わろうかなと思ってます。まあ、石井さん来なかったので、ね、残念ですけど、まあ、これはしゃあないかなと思ってます。はい、まあリーグランクの方も、ね、今週9に落ちましたけども、また来週覇王に、ね、また上がってもらって、また、そうですね、7週連続を抜くような、ね、オーダー作っていければなと思ってます。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、虎吉の無課金覇王ロードオリックス純正編でした。